昨日からカンカンカンと響くあの音、あれは俺を呪い殺した儀式の音なんだ。くそ、なんで俺が殺されなきゃいけないんだ。音は藁人形に釘を打つ音だ。虫の国内ってやつだ。他人に見られないように7日間連続でやれば呪いが成就すると言われている。その藁人形が残っているせいであいつも成仏できないんだ。それに藁人形を払わないとこの辺り全部汚れちまう。じゃあその藁人形を探すしかないね。
くれよ。国を撃つことだ。近いぞ。目が覚めたよ。あいつを払ってここの汚れを一掃するぞ。邪魔するな。なぜ呪いなんか？そんなに恨みがあったの？あいつは私の朝を笑った。みんなに言いふらして恨まれた。だからって呪いを使う必要が。人を呪うとき、こいつの心も化け物になったんだ。呪いってのはそういうものだ。払ってやれ。
ありがとう。でも、なんで俺が。アザのあった女の子のことを覚えてない？アザ覚えてないけど、そいつが名前よ。お前にとってはその程度でも、そいつにとっては違う。そいつは、お前にアザを笑われたことを覚えていた。やがて呪いになるまでな。だからって、呪い殺すことないだろ。俺は死んだんだぞ、そんなことで。そうだ、その感情が呪いを生み、悪霊を生むんだ。呪いは連鎖する。お前は彼女を恨むな。なあ、彼女は呪いの呪縛から解放されたのか？うん、心配ないよ。それならよかったよ。ありがとう。あいつらも諦めたみたいだ。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。悪いね、力を借りるよ。返す予定はないけどな。
当かよ。いい感じだ。あいつらを片付けるか考えてるか。まあいつも通りってところだよ。どんどん行こうぜ。
負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。どうだ。食べ、慌てずに食べな。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと経験、エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ、まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ。ああ、ありがとう。よし、行くぞ。で、相棒。うん。Thank you.
お前が言った。おい、もしかしてあんた KK か？頼む、息子を助けてくれ。僕は KK じゃないけど、KK は俺だよ。俺のことを知ってるみたいだが、お前に会った覚えはないぞ。いや、俺の息子からあんたのことを聞いたんだよ。息子は中学校で仲間を集めて東京の怪異を研究する部活動をしていたんだ。あんたのことはまるでヒーローみたいに話していたよ。部活にしては随分珍しいことをしていたんだね。俺もただの遊びだと思っていたんだが、息子と部活の仲間たちが集団で失踪してしまったんだ。突然の出来事で何が起こったかわからないんだよ。調べているうちに何かに巻き込まれたか。なあ、あんたは KK なんだろ。息子たちを助けてほしいんだ。 KK なら何とかできるだろ。何でも解決してきたんだろ。何でもじゃねえよ。それに今の俺の状態を見ろよ。無理に決まってるだろ。 KK、 この人の息子さんがいなくなってるんだよ。ったく、仕方ねえな。確か使われていない教室を物質として使っていたはずだ。そこを調べてみてくれ。お前がいて助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。
焦るぞ。いい買い物でしたが、まあね。そうだね。おい、何してるぞ。
何か意味があるのか、これ。助けも大変だな。
学校のチャイム？あんなところに学校なんてあったのか？エーテルが湧き出す札だ。持っていて損はないぞ。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。Thank you.
のドアから入れないか調べてみろ。さすがに鍵がかかっているか。どっか空いてるところを探そうぜ。裏の校庭の方に行ってみよう。あ、なんだこれ。ずいぶんでかい汚れだな。汚れをなんとかしよう。どこかにコアがあるはずだ。邪魔な奴らだな。片付けろ。にもうようよいそうだ。学校に学生がいるのは普通だぜ。まず物質を探すぞ。
おい、脅かすなよ。ここが物質っぽいね。とにかく調べてみようぜ。
おまじない？学校に伝わる噂話だろ。だがこの様子だとただのおまじないじゃなかったんだろう。花子さんね、由緒正しい学校の会議だな。どうやら親切な助手がいるみたいだな。ロッカーを調べよう。KK のことを待っていたみたいだね。待ってるというか仕事を押し付けられた感じだ。よし、まずは1年の教室から調べてみようか。有名人だね。やれやれ、また名前を捨てようかな。何かいる？教えてくれるようだ。この教室を調べてみよう。暗いな。ライトを使ってみろ。違うな。これではないか。関係なさそうだ。これだな。よし、次は2年の教室に行こうか。会議になんて近づくもんじゃねえのにな。KK たちも怪異を調べていたんだろ。俺たちは東京を守るためだ。まあそれも失敗しまったけどな。
獣が結構いるけど、何かの怨念でもあるのかな。お前、学生生活で後悔したことないのか。あるね、確かに。机に印が書いてあるぞ。確かめてみよう。あとは図書室と視聴覚室だな。隣の棟にあるはずだ。隙を見て切り抜けるぞ。最後の質問だ。沢井美代子の居場所を知っているか。嘘も沈黙も必要ないぞ。行方不明の生徒のことかな。かもな。話を合わせろ。教えてくれ。彼女はどこにいる。どこかな。考えてなかったのかよ。嘘をついた。もういい。死ね。確かめてみよう。あとは図書室と視聴覚室だな。隣の棟にあるはずだ。席につけ。ちょっと動けない。答えろ。お前は嘘をつくか。そうだ、人は嘘をつく。さらに言うべきことを。そのと、よし、その最後の沢井美代子。嘘持ち。行方不明の生徒のことか。かもな。そうか、お前は嘘はつかないはずだ。本当に知らない。その子、僕が探してくるよ。お前の言葉を信じる。
正直なのはいいことだな。これでもう一つ見つけたな。次に行こうぜ。なんだ今の。見ただけで体に痛みが走った。ああ、俺も感じた。とんでもねえ奴が嫌がるぞ。気をつけろ。この汚れを浄化しないと進めねえな。よし、これで進めるぞ。あの人体模型、こっちが背中を見せると追ってくるようだ。たまに振り向いて動きを止めるのも手だな。来てるよね。図書室か。どこをどう探すべきか。
どうやら教えてくれるみたいだな。あの影に従おう。よし、見つけたぞ。
Thank you.
今のコーラス部の卒業生かな。在校生じゃねえか。いや、どっちでもいいな。なんだよ。いや、ちょっと盛り上げようと思ったんだよ。
クリンを見ろよ。何だったんだ。これが例の印だな。四つ目も分かったし、屋上に行こうか。あとは花子さんを封印するだけだ。あそこから怪異が出てきたのか。封印するぞ。思ったよりもなんていうかでかいな。おい、驚いてる場合じゃねえぞ。まず一つ目。くそ、また出てきたぞ。次のを封印するぞ。これで二つ目。残念。
また邪魔が入ったぜ。4つ目も分かったし、屋上に行こうか。あとは花子さんを封印するだけだ。あそこから怪異が出てきたのか。封印するぞ。思ったよりもなんていうかでかいな。おい、驚いてる場合じゃねえぞ。一つ目、くそ、また出てきたぞ。
を封印するぞ。これで二つ目。
念願の封印タイムだぜ。あと一つだな。最後の一つだ。相手も目の色変えて守ってきそうだぜ。封印してやろうぜ。これで終わりだ。封印が安定するまでしばらく様子を見ようか。あの子供の気配はここにはないね。出てきたら親の代わりにお仕置きしないとな。そういえば KK の家族は大丈夫なのか。うん、東京にはいないからな。避難させたのか。そこで KK を待ってるんだな。いや、俺はもう死んだことになっている。俺はあいつらに関わらない方がいいんだ。会いに行かないのか。必要がないからな。俺があいつを止めればこの町も家族も守れる。お前の妹だって救えるぜ。それで十分だろ。僕は何も伝えないのは良くないと思う。そりゃお前のことだろう。妹に伝えたいことがあるんじゃないのか。知ってたのか。ただの勘だよ。おい、封印が終わりそうだ。戻ろうか。行方不明だったのはあいつじゃないか。すごい、封印できたんだね。もしかしてお兄さんが KK？ もっと年上だと思ってたのに。おい、本物の KK が傷つくぞ。今の声が本物だよ。俺たちを案内してくれたのはお前か。ということはお前たちが学校をこんな風にしたんだな。うん、学校が元に戻ったようには見えないぞ。まだ何かあるんじゃないのか。花子さんの世界と通じている裂け目がまだ学校にあるんだ。詳しく説明するからもう一度部室に来てほしい。
助けられてよかった。よし、行くぞ。
何が出るかな。これは当たりか？いいの当てろよ。一丁やるか。何が当たったんだ。よし、どうだろう。いいの当てろよ。何が来たかな。何が当たったんだ。何が来たかな。シリーズをコンプリートしたぞ。廊下は走るんじゃねえぞ。生徒じゃないからいいんだよ。何が起こったのか教えてくれる？僕たちは学校で噂になっていたおまじないを行おうとしたんだ。おまじないはただ願いを叶えてくれるんだと思っていた。本当はそんなものじゃなくて、花子さんを呼び出すものだったんだ。よくあるパターンだな。平和な会の方が稀なんだよ。関わらない方がいいに決まっている。それからどうなった？その時に部員の沢井さんが花子さんに取り憑かれた。それ以来、学校に実体化した花子さんが現れるようになったんだ。僕たちも、なんとかもう一度封印しようとしたけど、ダメだった。僕は影だけ残って動けたけど、他の部員は…遊び半分で手を出すからそんなことになる。ケーケー、まずは花子さんを何とかしなきゃ。分かってるよ。別にこいつらに腹を立ててるわけじゃねえ。花子さんについて他に分かっていることは？花子さんは普段は鏡の中にいるんだ。鏡を調べればいいと思う。
花子さんが現れた鏡については物質に記録があるはずだよ。3階のトイレと校長室か。3階のトイレはこの上だ。ちょっと行ってみるか。イライラしてるね。あいつら俺の真似事をしてこんなことを起こした。俺がやってきたことのせいで起こったんだ。言った通りだろ、俺とは関わらない方がいいんだ。それが一番安全なんだよ。ケイケイ、光ってる。何が起こったんだ。鏡の世界か。ここに花子さんがいるのかな。光、戻ったみたいだな。もう一つの鏡を、普通なら校長室は職員室から行けるはずだ。